はい、始まりました。ピクトレ豪華メンバーが集まって、ピクトレのこれまでの戦い、そして今シーズンの戦いの行方をちょっと、占うということで、ご紹介したいと思います。まずは、GGG、鬼頭さん。あ、すいません、じじじ、きとうです。いろいろとお世話になっております。本日もよろしくお願いします。無事にローンチして、はい、今日ワクワクしておりますので、よろしくお願ピクトいレしをま愛し、ピクす。よろトしくリおに願いし愛まされた男す。ですね。これはもう間違いまない。さに、まさに。はい、よろしくお願いします。そして公式アンバサダーお二人、お越しいただいております。ルーチェさんとタクさんです。よろしくお願いよしろましくお願す。いします。よろしくお願いします。タクさんなんかね、前お会いした時より随分可愛らしくなって。めっちゃいいな。でどうしたんですかね。もなんかこう声のトーンとパンダがうまくマッチしていて、あれですね。そうですね。たくさんは緑ワットチームに所属さあ、れてるそうとでいうす。ことで、はい。ルーチェさんは？私もワットチームですみね。んなワットやないかい。僕もワットなんですよ。すごい、もうちょっと一強になっちゃってますね。はい。なんでですかね。なんでです1かチーね。ム苦労してますよ、1チームが。本当に。いや、でも、あれですね。電柱合戦。僕、だから、開発秘話的に振り返ると、ルーチェさんも朝までカラオケ行ったあの開発のチーフのリサとアドちゃんを元気で歌う男。ね。誰ですか？え？やりましたこれ、ね。ゲームのね、制作チーフの、よっちゃんはそういう人なんです。はい、すごい人ななんでるす。ほど、よっちゃん、はい、さすが。よっちゃんと僕で最初ね、ホワイトボードにルールの原型を書いて、僕がイメージする陣取り合戦ってこういうことなんですけど、つって、やったのが始まりでございまして、やっぱりその、街中にある電柱というそのものをうまく使って、リアルスペースで陣取り合戦する。三つどもえ、これは絶対楽しいはずというのをですね、ルーチェさんたくさんはじめ、体で示してくれとるわけですね。そうですね、身をもってやっております。ぜひなんか生の声を聞きたいですね。まず大きく言うと、まず初日、まさにそのワットチーム緑が圧倒的にリードをしたというところから幕が開きましたよね。そういうことでもあえなていの自分か。は、ボルトかけるアンペアがワットなんで、ワットが一番強いあ、だろうと思って、そこな。安直にワットでしたね。そこですよあららね。ららら。やっぱそこですよね。これ、東電さん内部でもね、議論になりましたもんね。そうなんですよ。並列にするなら、ワットじゃなくてオームだろうって話があってですね、いや、わかんないだろうみたいな。そうそう。ちょっと東電さんうるさいから黙っててくださいみたいな感じの。いろんな言意向われがあったて。んですね。ホームだけにね。なるほど、なるほど。あ、すいません、僕の電気ギャグは今完全にはでしたけど。はい。そういうわけでですね、初日、もうこれはどうしようもねえなと、圧倒的緑ワットチームのね、優位で進んでいった中、なんと、昨日、おとといですか？ピンク、昨日赤。ですかね。昨日ですかね。はい。すげえひっくり返した逆転劇、今となっては、もうだいぶ逆ダに。ブルスコアぐらいでます、今ね。今、もうそうですね。1200万ポイントぐらい、確か、差がついてますね。すごっ。これは一体どうなんですか？お二人からすると何が起きた？いや、もうこれはもう完全に地元民のパワーですよね。ルーチェさん、1位の方が、1位の方が日ね、清の。地元の方ですよね。そうですね。ボルトチームの1位のタキヨンさんってユーザーさんが、地元、前橋の地元のに住んでるユーザーさんみたいで、あのポイントのビデオはすごいですよね。ありがたいですよね、毎朝毎朝、チェックインをずっとしていただいていて。そうででも、す一ね。人のプレイでそんなにひっくり返せるもんなんですか？
もうあれですよね。だからもうアイテムきっと買いまくってますよね、きっと。ありがてえな、それ。ありがありたがい。てえ一んだ。番ありがたい。アイテム買いまくって、スタミナを使いまく、チェックインしまくってますよね、きっそうですよね。スタミナも尽きちゃうかと。ら、確かに課金しないと。これって、そうですね。ルーチさんだから都合2回前橋を訪れて、延べで言うと4日間はぐい。らいやられてる感じ。そうですね。先週までで2週間で4日間ですね、計。すごい。ありがとうございます。もう、それでもなおやっぱりジモティの方っていうのはやっぱりすごいんですね、やっぱり。そうですね。やっぱり7日間のうち、遠くから行くっていうと、やっぱり1日2日しか使えないや、そりゃのそうですよで、ね。そこにはやっぱなかなか勝ちに行くのも大変ですよね。いや、逆に本当に最初の1週間ぐらいよくワットチーム勝っていたなと。なるほどね。なるほどね。そうか。これ面白いなと思ったのは、全く対象エリアじゃない人たちもアプリを見ながら戦況を報告してるのが起きましたよね、なんか。起きましたね、X 上で、ここら辺が電柱が中立に戻りそうとかっていう実況が起こりましたね。あれ、すごく面白いですよね。ここが制圧されそうだから、助けてくれみたいなのも X 上で起こったり。つまり、海外だとしても、例えば、そのとおりでございなんつうんだっけ、孔明みたいな、諸葛亮孔明みたいな人で、じゃあ、そうです右辺ね。から攻めようみたいな、なんかそういう指示を、ね、出すみたいなこともあるわけですよね、これ。それですね、WAT チームで言うとですね、WAT チーム、専用の LINE のオープンチャットが一つありましおて、そちらにですね、諸葛孔明みたいな人が一人、おってですね、ええ WAT チームは、連携を組んで、現地で頑張っておりました。ー、ええー、あ、でも孔明も今ひっくり返されてるんですね。そうですね、結果として。るほど。たくさんどうですか、ワットチームとして。そうですね。自分は初日だけ参加させてもらってたんですけど、初日で行って、で、すぐご飯食べちゃって、17位くらいだったんですよ。で、なので、ワットチームが1位だと、ポイントがもらえる枠だったんですけど、今、逆転されちゃったので、ポイント圏外になっちゃったんですよ。これすごい、面白い位置になったなと思って、バットチームに頑張ってもらう、ひっくり返せる動きができないと、ポイント安心してもらえるなと思ったのが、もらえなくなっちゃったので、あららららら。そうですよね。シーズン1の終わりまではちょっとまだ行けそうな予定がないので、なる外ほど。からなんとか応援できないかなっていう形を今ちょっと考回えて復まとす。かですよね、要するに。外からできることっていうのもね、あるわけですもんね。そうですね。そうですね。それこそ先ほどルーチェさんが言っていた、どこを攻撃してくださいっていう時に、どなたかが、ここを攻撃してくださいって上がっていったのを、自分がアイテムで、100のダメージを与えまくって、制圧になったところを、ルーチェさんが取りに行ったっていう場面が、実は裏であって。すごい。この楽しみ方ができるんだなっていうのが、すごい身をもって体験しました。いそよこいがよ面白いですよね。今週末までの、これですね。28日の4時。最初のシーズン終了ですね。これ結構感慨深いものがありますね、本当に。感慨深いですね。そうですよね。これ、現地知らない方に、ぜひお二人から教えてあげてほしいんですけど、この上下川口エリアって、この赤線の中ってどのぐらいの広さって表現します？
そうですね。この赤枠の上の方に前橋駅があるんですけこっどちでも、すね。そうですね。その前橋駅のあたりから移動される方が多いと思うんですけど、そこから大体エリアの真ん中ぐらい、赤枠の中の真ん中ぐらいまで、バスで大体15分とか、それぐらいですかね、結構なスケール感ですよね。つまり、距離が。結構広いですね。ここからこの辺まで縦に縦断すると、歩きだとどれぐらいかかります？ 1 時間ちょっ歩きだともう1時間半とかじゃないですかね。そうですよ、結皆構さん。な。結構広大なエリアの陣取り合戦が行われてるんです、意味合いで言うそうです。と。もう、ただただこう上から下にもう直進するだけでも1時間半ぐらい多分かかるので、エリアの中をこう、電柱を撮影しながら歩き回るって思うと、かなりの広さですよね。これはすごいことですよ、本当に。もっとだから広げてもいいってことにどんどんなってくるんですよね、結構面白かったから。今後ユーザーさんがいろんな形で参加できるようになったらなおさらですし、楽しみだな。だってこんなに広いのに、初日でほぼほぼ取り切っちゃいましたからね、みんなで。ね、ビビりましたよ、本当。まさにその、もう数時間で、もう対象とした4000機が取り終わって、そこからすでにもう陣取り合戦が始まって、今、今日時点のデータだけで言いますと、その電柱、今回エリアで4000本、4000機あるんですけど、だいたい2万7000回のですね、写真撮影がされてるっていう。ええ、すはごいですね。い。いかに合戦、戦いが行われているかというのが。めちゃくちゃ撮るやん、みんな。すごいな。チェックイン数なんて3万回を超えてて、いかに人々が、電柱を見てくれてるかという 確ありかがたいに。話です。確かにな。僕も初ゲー日。ムのシステムも途中で変わりましたよね。あ、そうですね。調整が入ったのは、攻撃の回数、1個の、電柱を、いわば中立まで戻すのに必要な、なんと言いますか、回数が、まあ、約、もともと20回ぐらい必要だったのが、6回ぐらいになったという形で、これはだから、まあ、さまざまなピクトレ陣取り合戦に関するその戦術みたいなものが提唱されつつありますけれども、もともとは、電柱を地ならしのようにこう駆逐していくためには20人の、隊列が必要だという話があって、これがなんと6人で済むと。一気に面白くなりましたね。おお。なんか6変人わだりと、ますよね。ね、6人だとなんかこう、ね、スマップだと5人か。でもそれぐらいの最初のスマッ感プ覚でですよすね。が、仲良く街をうろうろしながら、1本の電柱に、まあ、いわゆるこうドラクエみたいに、こう、代わる代わる攻撃、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 ルーチェの攻撃っつってね、やっていったら、1ターンで中立化されてしまうっていう すそうごでい、すよね。すごいことですよ。これは一体ね、今後この本当により戦術性が上がっていくとどうなっていっちゃうのかっていうのが楽しみですね。結お二人が構、感じたゲーム性の一番なんというか、なんか面白かった部分とかエピソードとかありますか？じゃあ、自分の方からいいですか？結構、電柱を今までまじまじと見ることなかったんですよ。そりゃそうです。なかったんですよ。こんなに見るようになるかなっていうおお、嬉しい。のがあって、それこそ前橋に行って戻ってきてから、外を歩くときはつい電柱見ちゃうんですよね。最高ですね。最高。それあるあありるまなんですすね。ね。それあるあるなんですありますね。ありますね。ね。もし自分のところで来てたらっていうところで、やっぱり見ちゃって、
感覚どれくらいかなっていうところが見ちゃうので、なんか動き方というか、初日に行ってプレイしてみたことで、感覚がちょっと変わるって感じが、個人的にはゲーム自体も面白くて、感覚変わったっていう体験自体もちょっと面白かったなっていうのが、あ、いいです一ね。番強いですね。ルッチさんは？確かに、確かに。僕はですね、これプレイ中の、初日のしかも話なんですけど、初日に、軽く、午前中に、初日の午前中、あんまりゲームが得意じゃないユーザーさん一緒に連れて、2、3時間ぐらい、一緒に操作、みんな初日じゃないですか。なんで、こういうふうにするんじゃないとかって、こう、ごちゃごちゃ言い合いながら、2、3人で歩きながらプレイしてたんですけど、それをこう、電柱を撮影してるって、まあ、第三者から見たら、やっぱちょっと不審だと思うんですよね。電柱の写真撮ってる、この複数人、なんだ、こいつら、みたいな。で、話しかけられることがありまして、まあ、その時に何してるんですか？みたいな、多分その近くに住んでる方に声かけられたんですけど、今、ゲームをしながら、電柱の撮影をしてるんですと。もう、説明しても、はって感じですよね。本当ですね。そうです。で、もう説明したがゆえに、逆にどういうことそれみたいなことを聞かれまして、で、まあ、軽くではあるんですけど、こういう、電柱の写真を撮ると、社会にいいことができるんですよっていう、お話をしたら、そのお話ししたその住民の方も、ちょっと興味を持ってくれて、そんなに若い方じゃなかったんですけど、ちょっと家帰ったら家族に話してみるよみたあ、いいいですね。に 言われて、ちょっと勝手に布教してきました、いや、素晴そられしい。を。これ、ヒトさん、でもなんかこう、現地でアフィリエイト確認機能とかがあったら、ポイントになったりしたら面白いなって、今ちょっめっと。ちゃ最高ですね。もうそんなことされたら一番嬉しいですね。ね。はい。いや、ありがたい。招待コード発行機能とかを実装していけばいいのか。そうですね。なるほど。やっぱりほら、ルーチさんみたいなその市の外の人がやってきて、地元の人がそれをやるようになるって、かなりおかしな話じゃないですもうか。すごい逆転現象も逆転現象ですよね。すごいですよね。普通に考えたらありえないですよね。逆ですよね。所さんの、なんだっけ、番組みたいにダーツの旅とかしてても、その地元の人が、これこれやってみたらいいんだよって教わって、県外の人が、へえっていうあれなのが普通のはずなのに、おかしな そう話、ですよね。面白いですね。いや、本当に。説明しつつ、なんか自分もなんかちょっと楽しくなってましたね。いや、多分本当に説明してるこっちとしても多分意味わかんねえだろうなと思いながら説明してました。まあ、あと報酬もらえるってことがね、ちょっとびっくりするでしょうね、やっぱりね、普通に考えると。あと、ルーチェさんね、この説明書の部分をうまくこうまとめていただいて、ああ、そうですよね。配布していただいたっていう。これもありがとうございます。まあ、こうやってね、説明書の形で読むと結構複雑にも見えるんですが、どうですか？やってみれば皆さん分かりますかね？そうですね。どこが一番その、とっつきにくいとか難しいとかありました？そうですね。まあ、ある程度、こう、大方は、画面に沿っていけば、ある程度プレイできるように、すごい、とても作られてると思うんですけど、細かいところで言うと、例えば、僕も感じてたんですけど、電柱を取る際に、特に午前中とか、逆光が、天気がいいってすごかったりするんですね。
で、そういう場合の、こう、うまい、こう、取り方というか、コツみたいなのが、やっぱり、こう、わからない、やったことがない視点で言うと、何がこう NG、評価されると思うんですよね。写真を撮った後に。その評価の際に、これは、この写真はダメですよ、この写真はいいですよっていう、判定をされるんですけど、その判定の時に、これはなんで NG だったんだろうとかっていうのが、多分分かりにくい。っていうのと、どうやったら逆にじゃあ NG にならないように撮れるのかっていうのが、まあ今一つ、それを見ただけだと分かりにくいかなとは。なるほどですね。これ、紀藤さん、その NG っていうのは、つまり、まあ一定のルールがあって、チェックされてるってことですよね。おっしゃる通りですね。東京電力サイドがですね、まあ、基準を設けて、まあ、まさにこの撮影例みたいなところが一番合致してるよというところで、NG、GO を出していてですね、今後その AI みたいなのもそこにかましていくっていうことを今考えてる。いや、ご指摘ありがとうございます。そこで一応 NG を出したですね、理由みたいなところも今、回答するようにはしてるんです。やっぱそこちょっとわかりづらいですかね。そうですね。全くの初めての状態だと、じゃあ、どういうふうに撮ればいいんだっては人によってはちょっと思っちゃうかもしれないありがとうごでざいます。はい。すね。撮り方のコツみたいなのも一緒になんかその、チュートああ。リアルみたいな中に混ぜてあると、こういう、写真はダメなので、こういう写真になっちゃいそうな時は、こういう角度で撮るといいですよみたいな、なんか特殊アドバイスじゃないですけど、ありがとうございます。そういったものがあると。紀藤さん、逆光ってアウトなんでしたっけ？一応今今回はセーフにしてるんですけど、ただやっぱり逆光の中でも本当に例えば今回の番札とかが見えないパターンだったりとかですね、その番号が見えない時とか、ちょっとそういうのが困っちゃうよって、ただおっしゃる通りで、リュウジさんの、そういったちょっと指南動画といいますか、というのをすぐ作ります。ありがとうございます。いや、いいですね。太陽の関わりって確かに厄介だったんですよ。僕もプレイしてみて。超絶天気良かったですもんね、初日なんて。そう、だから、本当に何かの、なんでしょうね、狩りとか戦術に近いと思うんですけど、まあ、太陽の位置を見ながら電柱に対してどう向き合っていくかっていうね。だから、狩猟ですよね。だから、風下風そう上ですね。みたいな。いや、本当そうだと思います。つまり、太陽を背にしながら、進行、進軍していった方がいいっていうことですよね、きっとね、そういうことで言うと。そうですね。だから歩いてる方向にもよりますし、まあ、僕なんかは例えば逆光の状態で歩いてるときは、電柱に近づいていて、まあ、普通撮ると思うんですけど、あえて電柱を一回通り過ぎるんですね。で、今日通り過ぎた後で、太陽を背にして撮るっていうことをやってたりして。なるほど。なんか、より不審者感が出る感じ。そうですね。通り過ぎた後に一旦振り向いて電柱の写真撮ってるやつなんで、相当怪しいですよ。でも面白いですね。そういう動きがみんなのスタンダードな型になっていく未来っていう気がします。タックさん、なんか見つけたなんか撮り方とかゲームプレイのノウハウとかありました？ノウハウ、結構その初日の打ち上げの時にも話題になってたんですけど、電柱コネクトが、やっぱりちょっと新しいなっていう部分で、自分ちょっともう、あらかじめの情報あんまり入れないようにして、とりあえず現地に行って慣れてみようっていうのをやってみたんですけど、最初やっぱりちょっと電柱コネクト、どこが繋げるのかなっていうのを、ちょっと戸惑ったんですけど、やってみたら、割とこう分かってきたんですけど、最初短いところで繋いだ方がいいのか、それとも長く一気に繋いだ方がいいのかっていうところが、こうゲームをやりながら、多分説明を見ると分かるんですけど、多分ワットは最初短く繋ぐ人が多かったんですよ。ただ、アンペアは一気にガッと繋ぐっていう方が多くて、そこら辺のところが、
初めてやるときは、ちょっとわかんなかったんですけど、何本か並んでるエリアに行ったら、150メートルを1回使っちゃって、50メートル戻って、もう1回50メートル戻って、もう1回150進めるっていう、そういう結び方もできるんだなっていうのが分かって、おお、これはいわゆるこの家庭科で習う縫い目のようにあ、こそうですう通ね。り過ぎた後半分戻ってみたいな感じですよね。ルーチェさんのように一回通り過ぎて戻るみたいのを電柱でやっていて、これは縫い目コネクトとか、なんつったっけ、ダブルスティッチ そうですね。いろいろななんか縫い目がなんか模索できるのかなっていう気がしていて、で、初日を見てる感じだと、あんまり人を奪う人がいなかったので、多分最大の電線の200、200をつなげると、多分点数高かったんですけど、今、電柱制圧を消されちゃうので、200、200をつなぐことが結構リスクに確かに。なってく目るよ立つうわけですよね。あいつをやっつな。ければいいってのがバレちゃうから。そうですね。なので、そうなったときに、今の1回行ってから戻るだと、線が重なるので、どれが繋がってるのか見えづらいっていうところが。ムービートラップだ。ムービーだ。なるほど。隠しちゃうんですね。これ伝わるかな？いや、そうっすよね。そう伝わでってすほね。しいな、見るあ人に。うん。結構その楽線をし重そう。ねるっ僕らがていう楽としそうこなのでいいんですよ、もろ。そうそう、だから1個の電柱しか本当は2本しか出ないはずなんだけど、何本も出てるように見えるってやつですよね。あ、まさにおっしゃる通りですそうですね。よね。うん。あとは線が直線上に並んでた時にも見えないのなで。るほど、なるほど。うん。電柱あれ、隠すし。ごい拡大すると、ちょっと見えるんですよね。ちょいずれがあるんですね。すごい、目いっぱい拡大すると、あ、ここ、すごい重なってるみたいな。で、たどっていくと、どこの電柱だみたいなのが、実は見えたりします。あれ、面白いですよね。アップ。面白い。なのいで、や。現地に行かなくても結構、戻ってきてからもピクトレのアプリ開いて、他の方の繋ぎ方をちょっと見てみると、あ、これを意識して繋いでるのかなっていうのがちょっと妄想できて、楽しいなっていうところもあります。なるほどね。いや、面白いですね。つまり、この地域はこういうふうに直線に並んでるから、ダブルスティッチで攻めろみたいなとかの指示とかいうか戦略が立ってくるね、なんかね。すげえな。最高ですね。持ってる電線の残りの数とかにもよりますよこれですね。やっぱね。こそうでのすね、今の。楽しいなって思った一つが、なんかアクションを起こすごとに宝箱でボッコンボッコンアイテムもらえるじゃないですか。これ結構いいなって思ったんですけど、なかなかこう200メートル電線で出てこないんですよね。そうですね、な出ないかですなね。か、あんまり出てこないですよね。結構いろんなものが宝箱から出てきますけど、なんかこう印象的なアイテムありました？僕はですね、一度宝箱からコインが、ゲーム内で使えるコインが出てくることがあるんですけど、コイン3000、かける3000っていうのがちょっと出てきて、びっくりします。めっちゃ出るじゃないですか。普通はこういうやつですよね。電線アイテム。あるいは電柱にダメージを与える攻撃アイテム。それから回復させる回復アイテム。リモートチェッそうクイでンっすていうね。のが結構これ闇が深いですよね。いやー、なかなか闇が深いアイテムですね、それは。これ多分あんまりまだ気づいてる方少ないと思うんで。これがつまり前橋外からの、はい。爆撃を 可能とする、恐るべきアイテム。遠距離砲です。これある意味、たくさんね、現地に行かずに、そうですね。もう、攻撃が可ピン能ポな。イントで。痛いところね。
ちょっとワットチームが逆転できるんであれば、こう、少しのコインをベットして、新たなコインを得るための動きもできるのかなっていう気もするこんので。辺の駆け引きは本当ゲームらしいゲームで面白いですね、本当に。チームでの連携がやっぱそうなってくる、大事ですよね。でも、チーム内にアラブの石油王みたいな人がいたら、確かに確かに。いめっや、ちゃ強そういですでよ、すそうよですね。よ。人数では測れない恐ろしさがありますよね。そうですよ、もう、一切現地に行かずにランキング1位を取るなんて人も、もしかしたら出てくる可能性こありれますはクからソね、ゲーも説ですけど。う。でもまあ、そのね、理論上、方向としてはある。そして、次のシーズンからなんとこれがやってきますよ。出ました、Thank you, ついに。NFT。出た。ついに。これついに。は、ついに。これがやばいですよ、多分。もう戦略が、もうまた大きく変わってくるはずですね。これは変わりますよね。電柱の最大ヒットポイントが2000だったところかな？そうですね。1は万い。5000。いやー、硬すぎますね。硬い。これすごいですよね。つまり、さっきあったその200メートル電線のハブになっている重要拠点とかを NFT 化することにより、難攻不落の長距離ポイントとしてこうディフェンスできるっていうことです。いやもう中国人ですよね、電柱の中の。これはまたちょっと戦略が大きく本当に変わる可能性があるですね。楽しみですね。つまりこれも遠隔からフォローできますよね。まさにまさにおっしゃるとお盤面を見て、ここ重要そうだから押さえといてやるよみたいなのも。り。ああ、なるほど。その NFT にするタイミングは任意で選べるんですよね。のはずですね。買った後使うその通りです。ってことかですね。シーズン中に1回ですよね。その通り、その通り。読み込んでいただいてありがとうございます。いや、もう事前にもうじっくりと目を通させていただきました。いやー、もう狙い通りの電柱合戦、これからさらにね、複雑回帰になっていくはずですので、ぜひちょっと、まあ、前橋に行って楽しむっていうね、地方活性創生とか地元の人とつながるっていう楽しみ方ありますし、ありがね。たいですよ。ご飯屋さんとかもいろいろ紹見て介したていわ。ただめいちたゃりくして。ちゃご飯屋さん紹介してくれてましたもんね。なんならちょっとそっちに力入れてるぐらいです。観光大使みたいな。でもやっぱ地元名物の美味しいもの食べるとかってもうめちゃいいですよね、テンション上がるというか。いや、すごいですね。僕なんか食べたっけな、何食べたっけな、生姜焼き食べた、豚名物、あ、豚名物ですね。ああ、そうですよね。そう、あと何食べたっけな、ルーチさんめっちゃ食べてましたね。僕食べましたよ。ですね。これ先週行った時だと思うんですけど、午前中ちょっと暑い日で、結構もう、最初の3時間、2、3時間ぐらいで結構ヘトヘトになってたんですけど、結構田んぼの結構ど真ん中みたいなエリアを歩いてたんですけど、結構何もないとこだったんですけど、ふと、なんか食べ物屋さんを見つけまして、入ったら、いちごが売ってたんですよ。で、お店の人とちょっと喋って、なんかここら辺このいちご有名なんですか？みたいに聞いたら、ここら辺は結構名産で、他にもいちごの売ってるお店、いろんなとこにありますよ、みたいに言われて、あ、じゃあ、いただきますってことで、一パック買って、で、近くの木陰でいちごを食べてる写真を撮って X にあげたりしました。あららららら。いいですね。なんか、
幸せな老後みたいな感じで。でもなんかそのゲームでこう知らない土地に行ってその土地のものを食べるってなんかすごく面白いですよね。いや、いいっすよね。なんか、自分でそういう体験するってことなんかないから、こういうゲームがきっかけになるとかって、本当なんか素敵ですよね。いや。その前橋のご飯も結構ピクトレで、もう自分は、外から入っていくってことが、もう予定してたので、結構それもあって、今、X、旧ツイッターで、タグをつけて、前橋のグルメ、前橋飯っていうタグをつけて、あと画像をつけて、ポストしてもらうと、天城風を送りますよっていう、抽選で、ちょっと、自腹でちょっとキャンペーンをやっていすて、ごいっすそれでなんね。かちょっと美味しいものが知れるといいなっていうので、やってるので、まだちょっと参加者が少ないので、今チャンスなので、地元の方もぜひ美味しいものがあれば発信していただいて。いや、いいですね。あれも面白いやん、面白いですよね、だから本当に。あれのおかげで、こういろんな人がご飯をあげるようになってたので。いや、めちゃいいです、めちゃいいです、ほんと。食べて、散歩して、報酬を稼いで、ゲーム勝負して、戦略的にって、もう、これはもう、いいですね、ほんと。素晴らしい。自画自賛。いやでも本当素晴らしいですよね。いろんな新しいつながりが見えてきますね。まだまだ、やっぱりまあ、比較的プレーンな陣取り合戦ゲームだからこそ、まあなんかいろんな遊び方の応用も効きそうですし、まあ要は、なんでしょうね、そういったその軍師諸葛亮孔明の外部参戦とか、あと、現地の人を巻き込むことをもう勝敗ポイントに入れていくとか、あるとか、なんか、わかんないですけど、なんかいろんなことができそうな気がしますね。はい、いや、楽しみ。そうですね。まあ、プレイヤーの皆さんからのフィードバックで、どんどんゲームバランスとかルール、こういう感じでね、アイデア聞いて変わっていくんだろうなとも思いますし、まあ、ぜひちょっと本当に 一回やってみると、なんと、もう、元の世界には戻れないっていうね、電柱を知る見て前しの、まう。まあ でも、きっとさん、あれですよね。なんか、最初の方で発表したときに、まあ、電池をめでるっていう習ま慣さに。話とか、何も変わってないのに、世界を見る目が変わるはずです、みたいなこと言ってましたよね。まさに、そのちょっと電力目線で言うと、なかなかね、その市民のもしかしたら邪魔者である電柱をいかに愛してもらうかっていうのが、電力会社の実は一個課題でもあってですね、このゲームを通じて、ちょっとでもそんな世界が今まさに変わりつつあるっていうのを聞いてて、本当になんか涙が出るぐらい嬉しいって感じでございます。はい。ありがとうございます。熱い男なんでね。ですよね。ということでですね、本当に楽しみ方、まだまだこれから皆さんと一緒に掘っていきたいどれなんですけれども、そうやって楽しみをもしかしたら追加できるかもしれない、結構大きな喜ばしいニュースが簡単にご紹介しますよと。これは、タイミングは、まあ、そこも秘密にしとこうかな。ちょっと未来、今後起きる前橋のどれかのシーズンのところで、なんと、あの大人気プロジェクト、サービス、ステップンと、ステップンコミュニティとのコラボが実現しました。結構ツイッター上すとかでごい。も、どうせ歩くんだったらステップンやりながらやった方がいいんじゃねみたいな、方々いらっしゃったどですけど、この度ですね、ステップンコミュニティとのコラボ、そこになんとですね、ステップンの公式さんからも、景品というか賞金という形で、彼らの発行通貨である GMT、
これがなんと獲得できるという熱いコラボレーションが動いているということで、詳細はまた追ってね、発表されると。あとは、ステップの靴の NFT ももらえるみたいなことも。え、うん。すごい。すごい。うん。あこれと、ピは。クトレ側から、ピクトレ側からは、その電柱の NFT が出たりみたいな、そんなことも考えてますね。ああ、なるほどですね。なるほどですね。ステップンユーっていザーう。はまだ電柱を知る前の体ですからね。そうですね。あの連中は。投げられなくなっちゃいますね。一回入っちゃうと思う。で、電柱を知った後の体にしてやろうかっていうことです。というわけで、まあ、どんどんですね、いろんな形で、盛り上がっていくピクトレですけれども、まあ、この記念すべき第一シーズン、まさに後世、歴史に刻まれるであろう、この熱き戦い、今週の日曜日の夕方4時までという。で、決戦だ。これ最後の方は、タックさんとルチさんはどんなふうに見守ったりされるんですか？じゃあ、自分の方は、さっきも話してた感じで、現地にはちょっと行けないので、ちょっと最後の、ワットチームがまた1位に返り咲くことを願いつつ、ちょっと外のユーザーがどうやって楽しめばいいのかなっていうところを、こうちょっと、X 上で見ながら、いいですアね。プリで見ながら、ちょっと楽しませてもらおうかなと思ってます。なんか予想ゲームとか実況中継とかも成立するような気もしますよね、なんかね。うん。いいな、いいな。ルチさんはこの日曜日あたりはどんな感じで見守ってるんですか？僕はですね、27日の夜から参戦しようと思いまあす、ワットら、来マイたナいス。よ。ひっくり返しちゃいなよ、ユウ。本当にもう2週連続で先週行ってたんで、もう計1週間でもう4回前橋に行ってるので、まあ、ちょっとこれ個人情報なんですけど、私東京なんですよ、住んでるのが。なんで、ちょっと距離があるんですよね。まあまあ遠いです片から道、ね。まあ、まあまあ3時遠いで間す。ぐらいかかっちゃうんですけど、で、ちょっと、先週の時点では、もう、とりあえずシーズン1の間は行くつもりなかったんですけど、今、ワットチームがすごい、いい意味で盛り上がってるので、ちょっとこれはいかないわけにはいかないなと。素晴らしい。しかも前乗りで、夜ギリで。いやー、そうこですね。れワクワクしもうます気合入ってるワットのユーザーさんは、もう金曜日の夜から行く人も、中にいたりいなかったり。ね。課金爆弾落としてやろうか前乗りすれば夜のピクトルもできますもんね。な。確かああ、に、チェッそうクインでか。ね、チェックインで中立そうで化す、しとそうけでますもんね、みんなでね。確かに。す。これを野そう州でとす、呼んそうででおすりよ。ますけどね。野ああ。州、そうです。そうですね。野州、出てましもうたね。最終日まで目が離せないですよ、シーズンは。うわ、これは楽しみですわ。ということで、そんなピクトレ、まあ本当これからですからね、ちょっと公式アンバサダーの皆様も一緒に、ちょっともう前橋を越えて、東京を越えて、東電様管内を越えて、日本中を越えて、世世界界に。に。はそうい。いいですね。ワールドカップやりたいです、ワールドカップ。ですね。本当そうですよね。なんかでもいろんなことできそうですよね。そうホーです、ムアそうンでダーウす。ェイでさ、日本代表とさ、そしたら、たくさんとルーチさんはね、日本代表を目指すっていう、こう、日の丸を背負って戦っていただくという、あるかもしれない。これは面白くなってまいりましたということで、引き続き公式アンバサダーとして、ぜひぜひピクトレ盛り上げていただければと思いますし、これ見てくださってる皆さん、ぜひどこに住んでいても
アプリダウンロードして、戦況をね、確かめたり、遊び心で爆撃していただいて。はい。ということで、じゃあ、紀藤さん、なんか最後、世界に向けて熱いメッセージをお願い。世界に向けてですね。本当にですね。はい。13日に。ここが、デイワンというか、本当にこれから、さっき山田さんが言った通り、まずは日本全国。そして、それはもちろん東京電力だけではなくてですね、ありとあらゆる公共物に対して使われる。そんなプラットフォームになるピクトリだと思っていて、それが世界中に広がって、そんな世界がですね、またそれをやって世界中の人々が本当に幸せになるような世界観を、こっからその作っていこうと思うとかじゃなくて、作るっていうのを山田さんと私は決めているのでですね、ぜひそのユーザーの皆さんと一緒に本当に幸せな世界を作っていけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いし暑いですね。はい。ということで、ご覧いただいてありがとうございました。またじゃあ、ピクトレの、開催現場でぜひ皆さんと、この動画を見てる皆さんとお会いできることを祈りつつ、さよなら。はい、お待ちしてます。